はい、どうも西尾でございます。まあ、今回ですね、お知らせ動画になります。まあ、あのタイトルにも書いてあるのでもうお分かりかと思うんですけれども、私西尾49歳、バンコクからですね、歩いてピンクのガネーシャを目指すことにいたしました。 Google マップでですね、バンコクからピンクのガネーシャ計測してみたらですね、約80キロございます。まあ、さすがに1日で80キロ歩けないので、1日20キロを4日に分けてですね、ちょっと歩こうと思います。歩き始めるのがですね、11月2日の木曜日、日本時間の朝8時、タイ時間朝6時でございます。で、場所はワットアルンからスタートします。まあ、なぜこんな企画をやろうかと思い立ったかと言いますと、私ですね、11月1日より北タイ全県の旅という企画のですね、まあ、クラウドファンディングを始めます。で、来年の2024年1月からですね、北タイ全県の旅に出るんですけれども、それのですね、まあ、クラファン成功と、旅の安全、これを祈願しようと思って、ピンクのガネーシャまで歩こうと思い立ったわけでございます。まあ、クラファンといえば、あの一昨年、2021年はタイ東北部イサン全県の旅で、昨年はタイ南部全県の旅というのを企画してですね、まあ、どちらもクラウドファンディングをして、まあ、資金を募らせていただきました。まあ、おかげさまで過去2回ともですね、まあ、たくさんの方々にご支援いただきましてね、イサンと南部どちらも全県を回ることができました。本当にありがとうございます。で、今回のですね、タイ北部全県の旅でも皆様からのご支援賜りたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いしたいと思います。ちなみにですね、今着ているこの T シャツ、これはですね、今回のクラウドファンディング用に作ったオリジナル T シャツでございます。これですね、ここに書いてあるのは、あの昔あの北タイで使われてたですね、ランナー文字っていうのをですね、筆文字で書いたものでございます。これなんて書いてあるかと言いますと、これタイ人でも読めないんですけどね、キンパンピービーパンノンという、まあランナーの言葉だそうで、食べて兄弟を作ろう、兄弟になろうという、まあ北タイのことわざでございます。まあ、これあの7色用意しております。他にも色ですね。あとこちら、こちらがですね、北タイの代表的な料理を手書きのイラストであしらったトートバッグです。こういうのもございまして、まあ、他にもですね、いろいろとリターン用意しております。まあ、とにかくですね、これは成功させたい一心ですのでですね、あの願い事が3倍速で叶うという、まあ、ピンクのガネーシャワットサマーラタナラームいてですね、もうあの参拝してぜひお力を貸していただこうと思っておる次第でございます。ピンクのガネーシャ車だったらね、1時間半ぐらいで行けちゃうんですけども、なんか車で行っちゃうよりも頑張って歩いていった方がね、願い事が叶うんじゃないかなと勝手に思ってですね、まあ歩いていくことにいたしました。これですね、80キロウォーク、まあ、4日間の間ですね、毎日日本時間の朝8時、タイ時間の朝6時からですね、まあ、ライブ配信して、まあ、歩いてる最中ずっとですね、こうライブ配信していくつもりでございます。で、まあずっと視聴するのはなかなか難しいとは思うんでですね、まあたまに覗きに来て、コメントでですね、支援していただければ力になりますので、よろしくお願いします。このね、ピンクのガネーシャのライブ配信、まあ、ご覧になっていただきたいというのとですね、タイ北部全県の旅のクラウドファンディング、こちらのご協力もよろしくお願いします。クラウドファンディングスタートは11月の1日でございます。クラウドファンディング11月1日のですね、スタート日本時間20時予定しておりますので、このスタート時間と同時にですね、ライブ配信やりますので、そちらもですね、合わせてご覧いただければというふうに思います。ということで、今回はピンクのガネーシャへの80キロウォークとタイ北部全県の旅のクラウドファンディングのお知らせ告知でございました。よろしくお願いします。こんにちは。